けで前髪が死んでるんですけど、まあいっか。こんにちは。はい、ほんとに湿気が前髪がこんにちは、こんにちは。ちょっと今日はそんなに長くなくて、ちょっとパッとあの今日までの間に決めたことをちょっとお伝えして、みたいな配信にしようかなと思います。なるべく脱線の話はしないようにしますんで、あの短時間でまとめてお話しするんで、お付き合いいただけたら嬉しいです。はい、じゃあもうちょっとまだ人集まってからの方がいい。イベントは明日からです。明日のちょっと本当にすいませんね、こんばんは。明日のイベントは25日の17時から始まるんですけど、はい、とアイテムは明日から投げてもらうようにお願いします。明日の5時からなんです。で明日は公演があるので、昼夜公演が8期公演のね、昼夜があるので、あとピョン吉のそうなんで、3時間、明日のとりあえずスケジュールはちょっと出せないんですよ。この時間に配信しますっていうのが明確に決められなくって、でけど5時からスタートだから、絶対ちょっと頑張って5時からは絶対始めたいなって思うんですけど、5時からどこまでやれるかと、終わりの時間が、私は22時までしか配信ができなくって、その終わりの時間に間に合うかどうかですね。はい、からゲリラが多くなるかもしれないんですけど、明日は申し訳ないです。あと26日にも難波の難波囲み式会見があるんですよ、26日。でそれが B2 が15時2部あるんですね。3時ぐらいからのやつと、その後の4時ぐらいからのやつかな。そうけど、それの自分がどっちにも出るのか、どっちに出るのかがいまいちよく分かってなくって、であと集合とかの時間がちょっとまだ読めないので、そうまだだから25、26はちょっと分かんないんです。最初の2日間大事なんですけど、そうだからそれはちょっと分かんないんですけど、本当に申し訳ないけど、それ以降の配信の時間割は決めたので、だいたいこれ通りにやっていけたらなっていうのをね、発表したいと思います。そうちょっとね、まだね時間が分からないんですよ、その明日と明後日で。とりあえず決めたのが、じゃん、こんな感じです。ソルさんありがとう。はい、配信の時間割ということで、まあ時間割表やと思ってもらえれば嬉しいです。朝の部が7時半から8時で、 2枠目が12時10分から12時40分で、3枠目が17時から17時半で、4枠目が18時半から19時で、5枠目が20時から20時半で、6枠目がラストの21時から22時半、22時です。はい、そうなんですよ、ちょっと今反転してて超見づらいと思うんですけど、でこのカッコの時間はここまでに星集めをしてもらえると幸いですっていう時間のタイプね。反転してない、あよかった。これはまたツイッターに載せようと思います。ちょっと今こんな感じで、はい、で
決めてるんで、ちょっと30分6コマ予定です。日によって前後するかもしれないんですけど、だいたいこのここら辺のこういう時間はほぼ変わらないと思っていただけると嬉しいです。わあ、とこありがとう。はい、で、まあ、時間割ということで持ち物持ち物、星、水分、充電、お菓子500円分、こんな感じです。はい、お願いします。あ、おじかずさん、つーぽんさん、ありがとうございます。思ってたより賢い。本当、バナナでもいいですよ。500円で買えるっしょ、1杯。バナナ一房300円ぐらいだと考えたら2房ぐらい買えるんじゃないですかね。そうですね、時間消化、コーラでもいいですよ。何本も買える。まあ、とりあえずあの、あ、水分、水分、はい、あのやっぱ人間水とか飲み物ないと生きていけないんで、熱中しすぎてバタバタ倒れないようにお水はちゃんとみんな持っていっておいてくださいね。あと充電も大事です。はい、お菓子もね、やっぱ人はお腹空いてたらちょっと元気が出ないと思うので、500円分あの駄菓子屋とかに行ってきっちり500円になるようにお買い物してくださいてな感じですね。はい、大体の時間割ですけど、これは25、26日はちょっとこれで通用するかどうかは今わかんないんですけど、まあ、確実に明日は多分これは絶対無理なんですけど、大体の時間割ですけど、配信する前に全部何時ぐらいからできそうですっていうのは告知をツイッターで入れますのでよろしくお願いします。たつ兄さん、ありがとう、ハートで。あとまだ15分経ったって出てないから大丈夫だね。頑張ろうね、頑張ります。本当にショールームも春休み期間に、そう、ホームページをもう一回よく見たんですよ、ちゃんと。でそしたら何でしたっけ、ショールームイベントのなんか格好、あの米印に春休み期間の制限になりますみたいな、春休み期間のあれですって書いてあったから、多分そういうことだと認識しました。私は、ちゅうぽんさん、ありがとう。はいやっぱ暑さもあるんで最近、はい、でそうですね、これが大体の時間割で、企画もこのイベントは25日から3月の25日から31日までの1週間のショールームイベントなんですけど、8期9期生の子が、合計で6人出てまして、で1位がソロ神戸の1位がソロランウェイで、2位3位がペアランウェイっていう感じのものがあるんです。それが特典をかけたイベントです。はい、うん、配信の制限はないと思う。あの時間の、あの高校生とか学生だから、平日はだいたい8時から、5時まで配信しちゃいけなかったんですけど、多分ホームページを見てみたら春休み中はその制限がなくなるって書いてた。あ、で時間は3時間制限です。で全部1コマ30分になってます。はい、ありがとう、最後まで楽しめますよね。はい、でな感じで、企画もいろいろ考えてて、けど明日は正直企画をできる余裕がな多分なくって、はい、企画ができる時間は、そうですね、ちょっと25、26はちょっと企画ができるかどうか
危ういんですけど、危ういっていうか、あの多分メンバーに出てもらえそうならちょっとお願いして一緒に配信してくれんってお願いをしようと思うんですけど、明日明後日は企画系は難しい。アレクさんも出します。はい、そうですよね。こんにちは。感じですかね。あとはハッシュタグを決めたいと思ってて、そう、25、26日は企画なしで、はい、星投げお願いします。あとなんだっけ、あ、一個謝罪を入れないとですね。私はあの画像を作ったんですけど、あの今はなんかショールームの何でしたっけ、 SMS 認証の電話番号認証が必要になってるらしくって、 Twitter じゃなくって、それをちょっと一個間違えてたのと、あとは星3週がの説明が多分間違ってるんですけど、ごめんなさい。正直どこがどう間違って、なんかいろいろめっちゃ調べたんですよ。で自分なりに解釈していろんなサイトをまとめたつもりなんですけど、多分それが間違ってて、もう一回作り直します。はい、でそう、なんかどっかで自分が実践してこればよかったんだけど、したことがなくって、正直どれが合ってるのか分かんないんですそう、ステップ5、3週難しいですよね。私も調べたんですけど、めっちゃよくしすぎてごめんね本当にあった、ありがとう田村子さん。そう、3週ちょっともう一回星3週、多分記入してた星の数が間違えって言っただけで大して問題なかった気がする。あ、本当、もうごめんね、自分でちゃんと処分か気にしないで、もう本当にごめんなさい。そうですね、あのもうできる限りで全然大丈夫です。 SNS 認証してあります、ありがとう。そう、ちょっとね難しかった。いろんな人の書いてあるやつを調べて、ちょっと YouTube 的なものも見たんですけど、すみません、数か、ね、はい、とハッシュタグを決めようと思ってて、けど何にしようなんかいろいろさっきめっちゃ考えてたんですけど、ね、そう、うん皆さん本当にありがとうございます。もうなんか私がちょっとポンコツすぎて作ってもなんか大体間違ってたらしくて、本当にすみません。そう、ハッシュタグは、どうしようと思ってて、なんかひら認証って何、あのね、電話番号、ショールームに電話番号を多分入れればいいとか、そういう感じの、なんかツイッターに連携はさせなくていいらしいんですけど、このショールームを、あの電話番号登録みたいな感じかな、多分それが SMS なんかの認証なんですよって書いてあった。間違ってる？わからない、緑のバッジがついてる人は認証済みらしいです。あのすごいファンの方が、あの昨日ですね、すっごいわかりやすい、あの
あの紙あの画像を作ってくださって、はい、そこに書いてありました SMS の認証の緑のバッジのマークですがついてればなってるっていうことらしいです。またツイッターにも上げてるんでよかったら見てほしいです15分経過しました。やばいやばい。そう、認証しないと投げたギフトがそう無駄になっちゃうのでお願いします。本当にすいません。不安でしかないですよね、皆さんからも福赤は NG になるなります。そうです、それをすると名前の横に緑の粉砂糖コンペイトーみたいなのが作って、みんなコンペイトーをつけましょう。あ、すごい、 SMS 認証はアプリの左上の3本線で、3本線からマイページに行ってアカウント設定で、SMS の認証ありがとうらしいです。はい、そうそうそう、これのコンペイトーになるらしい。これほのたんの生誕です。そうで、あ、無料ギフトの星がダメになっちゃうらしいです。いろいろルールありますね。はい、ハッシュタグけど、ごめんなさいね、やっぱ話がそれるわ、ごめんなさい、私は本当にごめんなさい。うん、おー、なってる、ありがとう、嬉しい、もっと見つかってありがとうございます。こんにちは、こんにちは。でハッシュタグを最後パッと決めて終わりたいと思います。一個候補としては、うん、なんか関係ないじゃんって言われるかもしれないんですけど、ふくふくのあみあみ、はい、センスない何のイベントにかかってんねんって感じですけど、なんだろう、福の亜美の乱、福の亜美 in 神戸、わからない、福の名前は入れないべき、亜美、あー、な、関係ない。なんかなんでそれを入れたかっていうと、字めっちゃ汚いんだけど、今ここ手書きで書いてね、なんか入れやすいかなっていうここのね、福くんのあみあみってことはここで福のあみにつながるじゃないですか。だからYouTube とかも引っかかってくれるのかなっていうのとか、ちょっとし、そう、結果がもしあれにしろ知って、あ、ふくふく笑顔ランウェイ、あ、すごい、やっぱみんなに聞くべきですね。私はこれしか思いつかなかった。なんかずっとふくふく、ふくあみ、ふくのあみ、ふくのあみ in 神戸、ふくのあみラン、ふくのあみって一生言ってて、で語呂的に、うん、福福のあみあみみたいな、あみ福神戸、神戸でアミーゴ、うん、福のあみ、あ、なるほど、ちょ、ごめんね、前髪が、おいしい、ありがとう、福福福福笑顔で頑張ります。アレクサをランウェイ遊びに来たよ、ありがとう。服ずっと使うやつと今回のやつ、あー、なるほどね、そう、名前をねちょっとね書けたんです。集合地、集合地神戸ですか、宿題にしよう、もうちょっと考えた方がいい、 OK、
やっぱこれは何にもかかってないですよね、福福の編み編みは。福福を神戸に連れてって、いい福福編みの服を着て神戸、服の引っかかる、服の服の編み服を編みたい、おおすげえ、服を編みたい、ランウェイ、え、そう、ランウェイ、ランウェイゴーアミーゴ、え、ランウェイゴー、ランウェイアミーゴは、ランウェイアミーゴ、朝起きれますよ私、前平日は6時に起きてるんで、ランウェイアミーゴは、あ、どう、うん、船を編みたい、すごい、こんにちは、ダジャレ大会なんてシンプルに福編みラウェイ、あタミアイツみたい、先のランウェイ編み、ランウェイで編みご、ランウェイに編みご、ランウェイ、ランウェイ、ランウェイ語、ランゴ、ランウェイ、エイエイ語みたい、ランウェイ、ランウェイアミーゴーはどう、私も編みたいっす、あ、アミゴーラン YouTube 見てます、ありがとう、ゴーラン、ゴーラン神戸、ランウェイデイゴー、ランウェイでアミーゴ、ランウェイアミーゴ、あ、めちゃくない、ランウェイ、ランウェイアミーゴ、ランウェイ、ランウェイにアミーゴ、ランウェイでアミーゴ、福の編みランウェイランウェイアミーゴ、みんなカタカナ大丈夫、スタランウェイアミーゴは、ランウェイアミーゴ、服のランウェイアミーゴ、わー、カタカナにする、全部ちょっとかっこよくない、いや、かっこ悪い、ランウェイ、ランウェイ、服のウェイ服のウェイ、あ、好きよ、あ、ごめん、ランウェイ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 、フクウェイ、アミウェイ、ランウェイ、フクウェイ、アミエウェイ、ランウェイズハイ、フクのランウェイに連れて行って、ランウェイにしようよ、ランウェイにしよう、アミーゴのランウェイアミウェイアミアミーゴ、服のアミウェイ、ランウェイはな、めっちゃ服のアミ入れたいやつだよねアムウェイ、アミーゴとランウェイ、うん、アミウェイ、ランウェイ、アミウェイ、ウィーウェイ、ランウェイ、アミウェイ、あ、シンプルな方がいいですか、アミウェイ、アミアミ、え、アイ、アミウェイ、フク、ランウェイ、ランウェイアミーゴ、やっぱりしっくりくるな、ちょっと気に入ってしまったよ、ランウェイアミーゴ、どうですか、長いと難しくなっちゃう、うん、ランウェイ、今日語呂がいいのがいいなと思って、
ラムエアミーゴユキ、なんかアミーゴって友達っていう意味なんで、なんか仲間みたいな、皆さんとランウェイに行きましょうみたいなファイナルアンサー、ファイナルアンサー、もうこれ、うん、気に入った、これ気に入った。アミーゴっていうのは友達っていう意味ですし、ウェイも好きだし、はい、決まった。命名しようね。じゃあ最後紙に書いて、これ書けるんかな、ホワイトボード用だけど書いちゃう。ハッシュタグランラン、うん、ウェイ、ヒュイゴーとかにしたいけどね、アミーゴにしますランウェイアミーゴ、ででーん、ランウェイアミーゴ、どうでしょうか、ユキ、ウェイって感じでみんなで盛り上がって、アミーゴは仲間っていう感じだったんで、あの皆さんとランウェイしましょうみたいな感じ、うん、いいんじゃないですか。うわ、来てるみんなからウェイって。じゃあこれで1週間楽しく頑張っていきたいと思います。アミーゴはあの皆さんっていうことなので、はい、あのなんだよアミーゴと思った方、よかったら調べてみてください。スペイン語かなんかで、スペイン語ですね、で友達という意味、仲間という意味なので、ランウェイアミーゴよろしくお願いします。はい、よしよし、今日はテンポよく決まったんじゃないですか。いろいろ私にしてはテンポがすごくいい気がしてます。はい、配信時間、ラスト配信時間見せて、はい、じゃあ最後お話をして終わりたいと思います。すごいイベント、ショールームのイベントごとは、オールナイトニッポン以降出てなくて、だからすごいオールナイト日本のイベントって結構最初の方にあったんで、それ以降出てなかったんですけど、久しぶりにっていうか、うん、ショールームのイベントはそれまで何回かあったんですけど、そうですね、なんだろう、挑戦しようかなって思ったものは正直何個かあったんですけど、けどちょっとなまだかなと思って、受けないことの方が何個もあって、けど今こうやって今回のは8期9期っていう感じでね8期9期っていう限定の枠で、機会をいただけてて、でそれで、うん、もう多分今後そういう機会もどんどん少なくなっていっちゃうと思うし、まあ、今本当に待ってるだけじゃ何も始まらないと思って、で自分から行動していかないとなと思ってて、そう前までは結構結果が全てなんかなみたいなって思ってる時があって、全部結果何も残んなかったら何も残んないじゃんって思っちゃいがちだったんですけど、けどなんかいろいろそのそれを機に知ってもらえたりしたら、本当にそれだけでもあの挑戦した意味があると思うし、その今はそう1年もう入って1年には正してもら1年は経っているので、またそこでそのなんですかね、また新たに見つけてもらえたら嬉しいなっていうのと、あのまた何かあの時と何が変わったかって言ったら、個人の YouTube も始め
れるようになって、 YouTube もね、あの私なりに頑張ってやってるので、またそのあこの子 YouTube やってるんだ、ちょっと見てみようと思って見ていただけたりとか、あちょっと公演行ってみようかなとか、そんな何かその興味を持ってもらえるようなことにつながればいいので、今回挑戦させていただきました。すごい本当にこの1週間はあの私自身はすごい楽しみでしかないんですけど、皆さんにはご負担をかけることも本当に多分もうありありだと思うんです。あのこの時間にしろさ、その、まあ、仮に書いたものなんですけど、ここら辺とかね、これまでに星集めといてとかさ、もう本当に申し訳ないし、多分これ絶対自分一人じゃもう絶対できないことだしね、50カウントとかもう調べたら本当に切りないぐらいいっぱい出てきて、星3周にしろ何にしろもう難しい、もう私は難しいと思ったんですね。もうけどそれだけのことをやってもらう、やってほしいって自分がお願いしてるわけだから、それに見合うくらい楽しい1週間にしたいと思ってます。はい、てな感じです。ちゃんとしたお話をできてなかったなと思ってごめんなさい。でとにかく楽しみながらこの1週間頑張っていきたいと思います。明日から始まるんです。はい、明日は八木公園の、アーピョンの生誕祭です。イエーイ。ということで明日の時間はまだ未定なんですけど、一緒に頑張ってほしいです。お願いしますですかね。まあもう1675人の方が ありがとうございます。じゃあもう一つここでお願いしていいですか。もしあのよかったらハートフォローに、あハートピンクにしといてフォローお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか感じかな。今日の髪型も短い。本当ですか。普通にポニーテールです。前髪がね、湿気ですかね、湿気かな。もう最高の何でしたっけ、ハッシュタグも決まったし、はい、もうピンクだよ。ありがとうありがとう。あ、押した白になった。押し直そう。はい、てな感じで、じゃあ最後ランキングを読もうと思います。あのね、イラスト、あの絵は下手なんですけど、あの単純なイラストなら描けるっていうか、描くのは好きなので、あの配信が始まって、そう画伯、画伯かもしれない。私は結構あのダメかもしれない、ダメだと思うんですけど、あの教科書に載ってる人物とかによくよく、まあ、落書きをすることは多々あるんですね。だからそういう絵は結構得意なんですけど、そのちゃんとした本格的な絵を描くのは、自分から一から作る絵は苦手で、描き足すのは大好きなんですけど、はい、またその皆さんとお絵描き配信とかあのどなたかの絵を描いたりとかしたいと思います。はい、なんか楽しみにしててください。はい、皆さんもしなかったですか、教科書に落書きは。しないですか。皆さん優秀ですね。それは私はしな、いつもしてるってわけじゃないんですけど、それは時々はしますよね。こんな真面目でもない方なんで明日公演見に行くね、ありがとう。そうですね、じゃあランキング読みたいと思います。13位アンさん、ありがとう。12位シロちゃん、ありがとう。11位おじかずさん、ありがとう。10位ゆっきーさん、ありがとう。9位ぼうしさん、ありがとう。8位キャノンブルさん、ありがとう。おはよう7位、
ホトさんありがとう。6位マカサラチュンさん、すごい、マカサラチュンさんありがとう。5位ブルーノートさんありがとう。4位コウヘイさんありがとう。3位ゆりこじさんありがとう。そして2位チョイポンさんありがとう。そして1位ナナオブナインさんありがとう。違いますよ、サクちゃんでした。サクちゃんおはよう。はい、明日から始まります。明日の17時から始まりますんで、また、時間配信ができ次第明日は空きでボンボンしていこうと思うんですけど、ツイッターの通知をオンにしてもらえると嬉しいです。あれしないでくださいね、通知拒否とかうるさいこの人とかやめてくださいね。ね、通知なしってなんて言うんだっけ、わかんないや、未通知とか私の設定しないでくださいね、お願いします。はい、じゃあそうですね、1832人の方ありがとうございました。大丈夫、本当今日初めての方も遊んでくださいね、遊びましょう。どういうこと。ネビーのツイッター全部見てます、ありがとう、よろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあ最後にランウェイでアミーゴ、はい、ランウェイウェイですよ、ウェイランウェイアミーゴということで、バイバーイ。いや今日はだいぶちゃんとまともに話せた気がするよ、脱線しなかったでしょ話。すいません、南米でアミーゴ、バイバーイ。8期生